こんにちは、61歳、無職、すき家師匠です。この前の、またこのね、この前安物買った携帯代が安物買いの銭失いっていうのがね、これでちょっと修理、実況中継、修理の実況中継、よいしょ。はい、修理の実況中継、はい、修理した。お、そう、今日は実況中継だらけで、宅配の現場からかなり早い時間にも終わるようになったんですわもう余裕、あと1件だけ、これがなかなかいない。うん、まあ、某 T 先輩にはまだ大丈夫かと言われて、あ、いけん、やばい、あ、危ね危ね、このテープね、この先こうやって折り曲げてないと全然見えないんだよ、老眼だから全く見えないよね。そうそうそう、その T 先輩近く回ってんだけど、大丈夫ですかとか言って、朝一本、昼一本、夕方一本で、こう彼はまだ俺が育ってることを理解できてない可能性があるなって感じで、あ、いや、まあすごい助けてもらってるからね、めっちゃ早いね、思い出はまたね。でもそっから見てもなかなか俺もね、早くなったよ。一時はね、3ヶ月前はどうなるかと思って、1日50個も配れなくてさ、これ食ってけねえなと思ったんだけど、最近はね、今、まあ持ち出すのがそんな多くないっていうのもあるけど、90とかはもう5時か6時ぐらいに終わっちゃってるね。めっちゃ早い。今日は最後の時間指定の1個あって落ちないんで、どうしようかなと。と、3、40分あるんで、どっか喫茶店に入って本でも読もうかなと思ったけど、喫茶店が開いてないよね。この自粛っていうアホなもののおかげでさ、ほんとやめろよ、嘘っぱじゃん。もう世界各国自粛、なんか行動規制とか全部やめだしても、今から強化しようなんて、ほんとにもう腐りきってんだよ。大体ね、それで何だっけ、活動自粛をどんどん言った知事とか、結構リーダーシップがあると言って褒めてたけど、アホだよな、どのリーダーシップなんだよ。その後どうするか考えてたらリーダーシップあるけどね、パフォーマンスだよね。まあまあ、そんなことを言おうとは思ってなかったんだけど、ただね、その T 先輩のスピードにはどうしてもついていけない。俺も結構スピード出してる方なんだけど、これでもいかないね、アベレージが上がらない。まあ、といってもね、2ヶ月ぐらいしか当たってないからしゃあないんだけどね、相手は何でもやってんだから。とは言ってもね、同じ人間であげながら走ってもね、時間が変わらない。まあまあ、Google マップで場所確認するっていう時間のロスもあるんだけど、それでもね、縮まらないんだよね。なかなか難しいわ。しかし、喫茶店ぐらい開けろよな。そしたらコーヒー飲んで本でも読みながらもね、余裕しゃくしゃくできるのに。道端で、まあ、YouTube 作ってるからいいけどさ、本当にもう腹立つなと思う。この消防自動車が行動自粛しましょうとかって、むかっぱらですよね。嘘だって、もうコロナの感染なんかも広がってないし、あんなもん大したことないんだから、本当に言うたらね、本当に大したことないんだって。60歳以上の人ってさ、新しいウイルスに感染すると免疫力ないやつは死ぬんで、それは江戸時代からずっと一緒なの、誰もが一緒。うん、あとね、ローソンとかファミリーマートとかトイレ使えなくなってんだよ。これはね、由々しきもんだよ。おしっこ用したいからね。ただこれを 見越してたわけじゃないけど、こう公園のトイレとかね、使えるトイレを全部調べ上げてたからよかったけどね。めっちゃおしっこ近いんだよ。それもね、ビロの足が量も大量に出る。これで血圧高いのなんでかなと思ったけど、最近低いんだよね。まあ、今日はそんな感じかな。
とあんまり余裕しゃくしゃくで働くのも時間潰すの大変だね。じゃあね。